はい、でこのページをですね、基本にもうここにすべて今日やることがですね書いてございますので、こんなん楽勝だよという方はどんどん先に進んでですね、実習って書いてあるところがありますので、まさに実験プロトコルのように1番ここを開きます、2番ここをクリックします、3番何々をしますっていうような感じでプロトコルのように書いてありますので、私が喋らなくてもですね、その文章の通りやれば必ずできるようになっておりますので、分かる方はどんどん先に行っていただいて、周りの困っている方を助けていただくと、そうすると皆さんハッピーになると、そういうスタンスで我々やっております。はい、ということで、ですね、それで午前中の最後のセッションどうでしょう、皆さん難しかったですよね。すげえ難しかったと思うんですけど、どうですか、余裕でしたか。そうでもないと思います。後ろから見ててやっぱりちょっとヘビーかなというところがあって、あれをですねスムーズにその理解ができなかったからといって必ずしも全然いけてないとかね、そういうことは全くなくてですね、いろいろあれをやるにも下準備みたいなのが本当はいるんですが、こういう1日の講習会だとなかなか1日じゃやっぱりなかなか難しいんですね。実際問題皆さんに頭で理解していただいて、それをこうねコマンドラインとかでこう打つようになれるまでにはやっぱり1週間とか2週間とかすごい人でもそのぐらいかかるのが常なので、今回の趣旨としてはその用紙、なんていうんですかね、その雰囲気だけ掴んでいただければ OK なんです。で、それ以外にやっぱりきっちり基本を勉強したいよと、コマンドライン、これをこう打ったらどういうところが出てくるのかなんて、今回なんかあまりその辺の説明がなかったと思うんですけど、いいからこれを打てみたいな感じだったと思うんですけど、やっぱりね、自分で研究する方はやっぱり自分で何をやってるか知りたいわけじゃないですか。なのでそういうのをですね、いろいろ我々の方も講習会なんかをですね別途開いてやっております。で、実は今日今まさにこの時間にですね、これ東京なんですけど、東京大学の農学部で NGS ハンズオン講習会っていうのを開催、今まさに東京でやってるんですね、同じようなこんな感じで。それで、そちらの動画も実は我々の方で録画をしておりますので、これも後日全部出ます。で、実は去年も同じようなことをやりました。で、ちょっと先にこう進んでいただくとですね、先に説明しておきます。いざ講習その前にっていうところが出てくると思うんですけど、これですね、一番下にさらにもっと基礎から次世代シーケンス解析について知りたい方向けというところがあると思います。で、このリンクがあります。これが去年やられて、その東京大学の農学部でやられていた、NGS の速修コースと。で、これ速修って書いてあるんですけど、これ2週間やりました。2週間も缶詰です。9時から6時まで、100人弱講義室に詰め込んでですね、もう合宿みたいな感じでもうひたすらやるっていう、そういうちょっとスパルタな講習会がありました。で、それの、これ動画がですね、全て統合 TV、 先ほど来紹介がありますけれども、統合 TV の YouTube から、出ております。で、これ15本ありまして、これ皆さん見て驚くと思うんですけど、これ時間を見ていただくとですね、最初の方少ないんですけど、まさにコマンドラインの話なんかはこれですね、コンピューターリテラシーとサーバー設計、さっきLinux って説明したんですけど、これもっと大きく言うと Unix っていうシステムなんですけど、その Unix の基礎の理解とか、あと Linux をじゃあ導入するにはどうしたらいいかっていうタイトルで、これ5時間の動画です。で、これもハンズオンなんで、実際皆さんに作業してもらって、コマンドがこんな動いて、あ、ジョブが通りましたとかっていうシーンは、ある程度待ってるだけのシーンもあるんで、それはカットしてるんですね。それで5時間13分まともに見るとかかるわけです。で、5時間なんか動画見てらんないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、今これ2015年の8月で、ここまで動画でですね、本当の基礎からやってる講習会って未だかつて多分ないんですね。なので、唯一の資料と言っていいかもしれない。
というものになっておりますので、まあ、本気でこの NGS 解析を基礎からやりたいんだという方は黙ってですね、この一番上から下まで見て、で実際にハンズオンで自分のマシンで動かしていただければ必ずですね、もう一人前の NGS 解析スキルを持った人になれるはずです。はい、はい、ということで、そういう触れ込みでこれをやっております。必ずしもできない、まあ、1年前のことなんでちょっと古いかもしれないですけれども、まあ、ある程度枯れた分野なんてもあるわけです。こういう Linux なんかはもう数十年前から ある技術ですし、その辺はそう1年経ったからって変わるものではありませんので、その辺はご安心いただければなと思います。で、まあ、ここ鳥取でなかなかね東京に行くのは大変だっていうこともありますんで、また今まさに今やっている NGS ハンズオン講習会っていうのもありますけど、それも動画がこのようにしてまた同様に上がりますので、そちらも参考にしていただければなと思います。ということで、この時間を見ていただくと分かる通りですね、この動画全部時間を足すとどのぐらいだったかな、40時間だとか50時間ぐらいあるんですね、これ。なんで寝ずにやっても2日かかるんですね、これね。でそれをやっぱり1日さっきのですと1時間半でスパコンログインして NGS 解析した気になったっていうのはやっぱりちょっとね、これ分かると思うんですよ。皆さんが別にそれいけてなかったわけではなくて、それだけちょっと難しいよということなので、まあ、その辺のことをちょっと頭の隅に置いといていただければなと思います。はい、で前置きが長くなりましたが、私の回は簡単でございます。ウェブでですね、ポチポチやれば解析できるよというそういう話です。先ほどとはちょっと打って変わって非常にイージーな、しかし研究者としての頭を使っていただくという、もう実はもうちょっとハードかもしれないという、まあ、そういう内容になっておりますので、よろしくお付き合いください。それでですね、まあ、ざーっと、まあ、私がヨタ話をしている間に皆さんこれを見ていただいたと思うんですが、前回アチャックスお茶の水ということで東京医科歯科大学の方でもやったんですけど、そこではもう少し時間が4時間3時間ぐらいだったんですかね、をやった回が実はありますので、そちらの方がかなり今回よりも細かくやっております。で今回枠として2時間ありましたので、ちょっと短縮版というような形になっておりますけれども、まあ、もしこの内容の続編としてと書いてありますけど、応用実践編みたいなことが書いてありますけど、もしもう少し突っ込んでやりたいなということであれば、こちらの方をご覧いただければなと思います。はい、ということで、概要としてはこういうことですね。まあ、言葉にするとちょっと難しいんですけど、先ほど私が言ったもうウェブサイトに実際アクセスしてクリックベース、コピペベースでできる遺伝子発現データの解析と、そのやり方を実際にやりましょうと、そういう内容です。で、ですね、今回の講習ではコンピューターを、皆さんのお手元にありますけど、コンピューターを使って以下の内容について説明をしますということで、ちょっと統合 TV の話をさせてもらって、まあ、これはちょっと前座なんですけど、まあ、大きく分けて2つですね。この個々の遺伝子の発現プロファイルを調べたい場合どうしたらいいかっていうのを、まあ、前半1時間かけて、まあ、もう1時間もないですけど、やっていきたいと思ってます。で後半にですね、数十数千っていう一個一個ではなく、一個一個を見るんだったらそれは人間でもできるんですけど、これが例えばじゃあ数十個数百個数千個ってなった場合はなかなか一個一個見るわけにはいきませんので、そういう場合にじゃあそういうデータセットが得られた時にじゃあどうやってそこから生物学的な結論を導いていくか、その方法なんかを実際に、皆さんのお手元のマシンでやってもらうと、そういうことを後半やりたいと思います。で講習に際してなんですけど、まあ、これはまあこれまでもねいろいろ実際にハンズオンでやってきたんで皆さん大体分かってきてると思うんですけど、まあ、資料を見ながらできる方はどんどん行ってもらうと、で私はこの通りにゆっくりやっていきますんで、分かんない方は一緒についてきていただくと。で先ほどもねスパコンログインがうまくできないよなんてことがあったんですけど、あれは別にスパコンが悪いわけではなくてですね、得てしてそういうもんなんですね。インターネットのウェブのサービスっていうのは皆さんがよく使われる例えば Google だとか Yahoo だとか
ていうサイトが、それをみんなでアクセスしても落ちないじゃないかと思われるかもしれないですけど、あれはですね、それらの会社が莫大なインフラ投資をしてですね、強大なサーバー群を形成してるわけなんですね。なので何億人が一斉にアクセスしても落ちないようになってるわけです。で、私どもの方はそこまではその、ね、インフラ投資ができませんので、5、60人がアクセスしただけで一気に落ちちゃうと。別にそれは私たちがサボってるわけではなくて、まあ、一般的にそういうもんなんですねと思っていただければ結構なんです。で、皆さんよく使われる NCBI パブメドってあるじゃないですか。 NCBI のサービス、あれ皆さん使われますよね。あれもですね、驚くべきことに50人とかで一気にアクセスするとアクセスできなくなるんです。で、経験ないですか？悪禁って言うんですけど、アクセス禁止って言ってですね、下手をすると一つの研究室だけならいいんですけど、ネットワークが例えば鳥取大学から出てるとするじゃないですか。そうするとなんか鳥取 -u.ac.jp から謎の集団アクセスが来た、シャットダウンだってこうされちゃうんですね。そうするとちょっとしたつもりがこんなね、検索したつもりが鳥取大学全学でただいまパブメドをご利用いただけませんみたいなことになるわけですね。こういうのはよく昔もよくあってですね、気をつけなきゃいけないというので、我々この話をよくするんですけど、そういうことで NCBI でもそういうことが起こりますんで、そういうこともあるんだなということで、世の中そんなもんなんだということで、ちょっと覚えておいていただければなと思います。で、それに関連して、反応がないからといってよくいらっしゃるんですけど、何度もこう連打すると、まあ、そういうゲームではありませんので、何度もクリックするとますますつながらなくなってしまうということがありますんで、まあ、おおらかな気持ちでですね、まあ、コーヒーでも飲みに行くかと、しょうがねえなと、そういうような気持ちで、まあ、皆さんお忙しいとは思うんですが、まあ、そういう気持ちでですね、やっていただくと、そんなにこう心がすさまなくて済むというところがありますので、この辺を覚えておいてください。で、あと分からないことがありましたら、挙手にて積極的に、まあ、割と今回の講習会、皆さん積極的に分からないところ手を挙げてくださってるんで大丈夫だと思うんですけど、私の回も同様で分からなかったらですね、ちょっと手を挙げていただくと後ろの方からスタッフがスタスタ来ますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで、いざ講習その前に帰ってきましたが、先ほど紹介したその NGS の即習コース以外にもですね、まあ、こういうアジャックス講習会なんていうのをいろんなところでやってまして、まあ、いろいろ参加者の方にリクエストをいただいて、まあ、それに基づいてこういう講習のプログラムを組んでるんですけれども、まあ、ちょっと例えば次世代シーケンス解析、まあ午前中ちょっとやりましたけど、もう少しなんか他にないのとか、データベース、それに関連するデータベースとかないのとかっていう話なんかもあるんですけど、ちょっと今回は時間の関係で割愛させてもらったんで、ちょっとその辺を調べたいななんていう方は、去年の夏にですね、信州大学でその辺をやった話なんかもありますし、あとは例えば先ほどコマンドラインでごちょごちょやりましたけど、あれNGS 解析だけじゃなくていろんな汎用な解析に使えるわけなんですけど、例えば、まあ、ここどうなんでしょう、医学部付属なんで割とまあ人のデータを人マウスで十分だよっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、例えばそれ以外の非モデルマイナーな非モデル生物なんかを使った場合に、じゃあどうやってそのデータベースを活用していくんだなんてことも結構言われたりするんですけども、まあ、そんなのをですね、実現するために、じゃあモデル生物と非モデル生物をもう全部総当たりでブラストをかけて対応させればいいじゃないかっていうことが、実は皆さんのお手元のマシンでですね、スパコン何度を借りずともできる時代が今来ているわけです。まあ、そのやり方なんかはですね、もうこれ3年前なんです。だいぶ古いんですけど、実際にこういう講習でやっております。で、講習会のレベルでできるような感じになってますので、もしその辺がお心当たりある方は、この辺からですね、ちょっと探っていただければなと思います。あと一番上はこの辺は今回遺伝子の ID とかの話が割とポン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 出てくるんですけど、まあ、その辺ちょっとあんまり明るくないよという方はちょっとこの辺に整理をしてありますので、ちょっとさささっとですね、私がヨタ話をしている間にこの辺ざっと見ていただくと、なんとなく概要がつかめるんではないかなと思います。はい、そして前座その1ですね、統合 TV というのがございます。で、これ私が一応編集というかをやってます。で、もう7年、7、
7、8年になるんですかね、やっておりまして、先ほどミノアの方から説明があったと思うんですけど、あれまたさらに更新されて今もう900本を超えております。まもなく1000本になろうかというところなんですが、いつも聞いてるんですけど、統合 TV を今日初めて知ったよという方いらっしゃいますか。あ、我々の宣伝不足がこれにもちょっと来てますね。割といやちょっとですね、最近は割とこう7、8年やったこともあってですね、結構知ってる人が多くて、講習会なんか行っても7、8割はもう知ってるよみたいな顔されるんですけど、ちょっと説明しがいがありますね。いつもこれですっ飛ばしちゃうんですけど、じゃあそういうことなんでちょっと丁寧めに説明をしていくとですね、特に別に私が語るものでもないんですけど、これ動画でそのウェブツールとかデータベースの使い方をもう一挙手一投足録画しちゃおうというそういうコンセプトで始まっております。で、まあ実際にですね、この辺リンクになってますんで、興味ある方はこの辺アクセスしていただければと思うんですけど、いろんなですね、こういうバイオインフォマティクス分野のデータベースとかウェブツールってたくさんあると思うんですけど、我々が独断と偏見でですね、よく使う、有用だろう、こういう時に使うとこれは便利だろうと思うものを、もう世界各国、日本のもちろんデータベースもあるんですけど、いろんなところから情報収集をしてですね、それで使い方を勉強して動画を作ると、そういうようなのを愚直にですねやってきております。で、一番、どこから言ってもいただいても構わないんですけど、例えば何か目的がもう決まってるよと、例えば私はもうゲノムの配列解析とかをちょっと詳しいからよくやるよとか、ブラストをやるよとかっていう場合はこの辺から探していただくとですね、整理をされておりまして、ゲノム拡散配列構造解析っていっても、いろいろさらにやることは多岐にわたるわけですね。例えば、ただ塩基配列を取得したいだけなんですけどとか、あとはもちろん取得するだけじゃなくて自分のマシンでブラスト検索をしたいんだけどとか、あとはもう少しそうですね、ちょっと変わったものだと、なんでしょうね、似ている配列が調べたいとか、系統順を書きたいとか、そんなようなのでバーって見ていくとこれだけあるわけなんで、でそれぞれいいところと悪いところとツールごとにあったり、あと本人が気に入るか気に入らないかなんていうところもあると思うんですけど、いくつか出てますんで試していただければなと思います。で、あとはこの真ん中にこういう検索窓がありまして、ここに例えば何でしょうね、文字を入れていくと、今 DNA って入れたんですけど、その都度この検索結果が同時に絞り込まれていきますので、今ちょっと話が変わりましたよね。 DDBJ パイプラインを用いた DNA 多系注釈解析なんていうのが出てきてますけど、っていうように自動でですね、こう絞り込みをしてくれるんです。例えば RNA とかってやるとまたちょっと変わりましたよね、っていうような形で、ある程度その目的の何でしょう、ウェブツールなりデータベースの名前そのものがもうすでに皆さんの頭の中にあるんであれば、その統合 TV はあるのかななんていう感じで見ていただければ、こんな感じでさらに早く検索できると思います。例えばよくやられるのですと、ブラストとかね、やりますよね。ブラストとかってやるとこんな感じで出てきてます。で、これブラストそのものではないんですけど、この説明文の文章中にここにブラストって書いてあるんで、これを単純にテキスト検索してるだけなんで、なんかブラストと検索、ブラストと関連があるんだろうなっていうようなのもちょっと出てきちゃうんですけど、その辺はちょっとご容赦いただきたいんですけど、この辺は3番目にローカルブラストの使い方、これは皆さんのお手持ちのマシンでブラストをやる方法、これは Mac でやる方法なんですけど、書いてあります。で、もしここにですね、皆さんもうすごくたくさん使ってるのにここに載ってないじゃないかと、けしからんという場合はですね、我々の調査不足もありまして、調査不足といってもそんな人数スタッフいませんので、少しずつしかできないんですけど、ここにですね、統合 TV 番組リクエストフォームっていうのがあります。で、今までは我々にメールをですねちょっと打っていただかないとコンタクトする手段がなかったんですけど、なかなかやっぱりね、知らない人にメールするのってちょっとね、緊張しますよね。なのでその辺のこう心理的な障壁を下げるためにですね、こういうフォームを作っております。こういうアンケートフォームであればそんなにこうね、心理的な負担がなくですね、サクサクリクエストできるかなという意図でこんなの作ってます。で、ここにデータベースのウェブツールの名前を書いていただいて、 URL を書いていただいて、
で、まあ、なんか何ができるんですみたいなことを書いていただいて、もうそれだけです。であとは連絡してもいいかどうか、これ別にそのなんでこんなリクエストしたんだって別に怒るわけではなくてですね、あの実際番組が公開された日にはもうありがとうございましたと、こういう感じで公開されましたよみたいな感じで連絡をしたりですね、もう少し突っ込んでどういう使い方をされてるんですかみたいなのをちょっとインタビューさせていただくときに使うような感じになってますんで、この5項目をですね埋めていただくだけでリクエストができると。で必ずしもリクエストが達成されるわけではないこともあるんですけど、まあないよりはね、打たないよりは打った方がこう何か見返りがあるかもしれませんので、まあ、この辺こういうシステムもありますんで、もしお近くでですねこういうデータベースを使ってるんだけどいいチュートリアルがないとか、例えばよくやるのは後輩に指導するのって結構かったるくないですかね、先生方パブメドの使い方なんか教えたくないですよね、毎年学生さん入ってくるんですけど、でも学生さんはね初めて勉強するんで勉強したいんですけど、そういう時に統合 TV 使っていただくとですね、そうですね、そういう音が出ちゃうんですけど、すみません、いいんですよ。でパブメドっていうのが、パブメドじゃあ勉強するときはもうパブメド、このパブメドセントラルの使い方をまずじゃあ一通り動画を見てから先輩だったり先生に聞きに行きなさいということを言えば、皆さん先生方のですね研究時間がね取られないわけですよ。ということなんで、まあ、この辺教育コンテンツとして非常に有用だということで、いろんな方からお褒めの言葉をいただいてるんですけど、まあ、私自身も自分の後輩とかにこう教えるのがめんどくさくてこういう動画を作ってたみたいなところがありますんで、まあ、そんなような使い方、もうプロフェッショナルな研究者の人は、まあ、自分が見ていただくのも構わないんですけど、後輩だったりにご指導いただくときにこういう動画を使っていただくと皆さん両方ともハッピーということになりますので、こちらぜひご活用いただければなと思います。でね、結局これも何かの縁で私鳥取大学に来ましたんで、こういう斧っていうやつが作ってるんだっていうことも分かれば、ね、そんなにリクエストも怖くないですよね。なんか怖い先生がやってるんだと思うとちょっとリクエストもできないと思うんですけど、まあ、こういう若造がやってますんで、ぜひとも、ね、お気軽にご連絡いただければなと思います。はい、すいません長くなりました。でこれ YouTube 版もありまして、先ほどちょっと説明がありましたけど、YouTube の方はですね、これなんでいいかっていうと、我々の法廷停電とかで時々サーバーが全部落ちたりするんですね。でそうすると統合 TV 見れなくなっちゃうんですけど、YouTube が落ちることっていうのはまあよほどないわけですね。なので YouTube 見とけばそういうバックアップというか絶対見れますので、あと皆さんね YouTube は使い方も使いこなされてますよね。倍速表示にしたりだとかね、いろいろあるわけじゃないですか。画質を良くしたりだとかっていうのは皆さん慣れてると思いますので、まあ、その辺YouTube のインターフェースの方が見やすいよっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、その辺活用いただければなと思います。はい、で、ちょっとごちゃごちゃと私が喋ったことがこの辺にまとめられております。で過去の講習会、今回の講習会もそうですけど、統合 TV に全て収録されますので、もう一回見たいよとか、あと今日残念ながら予定があって来れなかった同僚の方とかに見せるときに活用いただければなと思います。であと最後に統合 TV をですね作る人っていうのをちょっと募集しているしてます。でちょっといろいろ要件はあるんですけど、学生さんなんかでアルバイトをしないとちょっと生活が苦しいなんていう方、ぜひこれもしちゃんとアルバイトでですね無給ではなくてちゃんとお金を支払いするんですけど、今もともとは我々東大の工学部のあたりに根津っていうところがあるんですけど、そこにいたんですね。でそうすると割と東京の中心なんで、いろんな辺の近郊の学生さんがわらわらと集まってきてくれてですね、みんなで組織してこう動画を作ってたんですけど、今ちょっといろいろあって三島の遺伝学研究所っていうところにこの作成チームが移ったこともあって、なかなか辺の近隣の学生さんが集められないということなんで、ウェブ越しでですね、別にそこに来なくてもインターネット越しで皆さん自宅とかで作れるような環境を今作っております。外注みたいな形でできるようになってるんですけど、まあ、そんなんで、もし興味のある学生さんですか、教員の先生方もしそういう、いやコンビニでバイトしようとしてるんだけどちょっとコンビニじゃちょっとねっていう、ちょっと科学研究に関係あるところでねっていう場合があると思うんで、まあ、そういう場合になんかそういうアルバイトがあるんだなと思ったらちょっと私までこっそり教えていただければご相談に乗れるかなと
思いますので、ちょっとこれも覚えておいてください。ということで30分経ってしまいましたが、今までで何かご質問ありますか？大丈夫ですか？ここまではだいぶヨタ話で申し訳ないんですけど、次からは本当に実習でございます。はい、そういうことで、じゃあ入っていきたいと思います。で、前半は、先ほど予告しました通り、一個一個の遺伝子の発現プロファイルっていうのを調べようという時に、どういうデータベースを使ったらいいかなということで、まあ、これもですね、いくつか世界中にいろんなデータベースがあって、もろもろあるんですけれども、これは非常に手前味噌で申し訳ないんですが、これは我々が作っておりますものを自信を持って紹介をしたいと思っております。で、これこれも私が作っておりますので、遠慮なくですね、使いにくいとか、こんなダメだとかっていうご意見も募集中ですので、ぜひともよろしくお願いします。で、これ REFX って読みます。 REFX ですね。で、何の略かっていうと、リファレンスエクスプレッションデータセットということで、エクスプレッション、まさに発現データのセットのリファレンス、お手本になるそういうサイトっていう意味ですね。リファレンスエクスプレッションデータセットで、 NCBI にリファレンスシーケンスっていう配列のすごいお手本になる、非常にヒューマンキュレート、人間が目で見て正しいっていうふうにやられてるシーケンスのデータベースがありますけど、それを REFSEEK ってリファレンスシーケンスっていうんですけど、それのエクスプレッション版があるといいよねっていう発想でこういう名前になってます。なのでREFX と読みます。で、これ何を、提供しているかというとですね、人とマウスとラットなんですけど、こういうモデル生物の遺伝子発現のリファレンスですよと、そういうものになってます。で、 URL はここです。なので、これ右クリックしていただいて開いていただくと、こんな感じで出てまいります。で、もうそんなにですね、割ともうポチ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 やっていくだけで検索ができるようなインターフェースを目指しておりますので、特に何もこのプロトコルを見ずに進めていただいても全然構いませんので、ちょっとポチポチやってみてください。で、概要はですね、ここに書いてあります。で、これ何かっていうと、4つのですね、その遺伝子発現を測定する方法っていろいろあると思うんですけど、それの4つの異なる実験手法、今はですね、EST っていう、昔からかなりやられてる方法ですとか、シーケンスする方法ですとか、ジーンチップってマイクロアレイですね、マイクロアレイのデータ、あとは KG っていうか、これ理研の横浜の方の研究所で開発されている、転写開始点を特異的にこう読むような、シーケンスの手法なんですけど、こういう方法ですとか、あと先ほど鈴木さんが紹介された RNA シーケンス、RNA をシーケンスして得られた発現のタグの情報、こういういろんな方法でですね、遺伝子発現っていうのは調べられてるわけなんですけど、いろんな方法で調べたデータを集めてます。で、それ何のデータを集めてるんですかっていうと、いろいろ考え方あると思うんですけど、まず集めやすいものを集めてみます。見ました。で、そのものっていうのは、正常組織ですとか、初代の培養細胞とか、細胞株、より本当にその皆さんの実験のコントロールとか、ね、実験をこう、なんて言うんでしょうね、実験計画を立てるときにこう標準にするようなものを今回リファレンスとして検索できるようになっています。で、最近新たにこのファントム5っていう理研のこれもプロジェクトなんですけど、こういう正常組織ですとか、初代培養細胞とか細胞株をですね、かなり網羅的にやると、ここに書いてあるだけで800種類以上のサンプルをもう全部シーケンスしちゃえっていう、そういうプロジェクトがあるんですけど、それのデータを追加しました。それまでは実は我々のシステムって40臓器しか検索ができなかった、正常組織40種類しか検索できなかったんですけど、一気に800個以上検索できるように実はなってます。この辺はちょっと追って説明をしていきます。で、掲載しているデータやオリジナルデータなどについては、ちょっと気になる方はこの REFX についてっていうところにその辺書いていますので、で、全てですね、皆さん誰でも使えるデータをこれ公開しております。で、誰でも使えるデータがたくさんあるよっていうのは、なんか皆さんいろんな話で聞いてると思うんですけど、なかなかやっぱり自分が見れるレベルで処理をしなきゃいけないっていうのは皆さんいろいろ聞いてると思うんですけど、そこをやるのがやっぱり結構しんどいじゃないですか。なので、そこを我々の方である程度下処理はしておいて、もう研究者の方が見て判断できるレベルまで並び替えると
というようなところを我々の方でやっていると、そういうイメージですね。ですのでレフェックスで掲載されているデータっていうのはもう全てどのように使っていただいても構わないということになっています。で、まあ、どうやって使うっていうのは、まあ、一番よくやられるケースはその論文に引用していただくというようなケースがまあ一番あるのかなという感じがあるんですけど、最近ですね、去年の暮れなんですけどこういう論文が出まして、まあ、この方とですね、まあ個人的な知り合いっていうのも学会なんかであってですね、まあ、これを使っていただいてすごい便利だなっていうことを言っていただいて、実際にこうデータ、実際の自分の研究データと照らし合わせて使っていただいたっていう結構まあ貴重なケースなんですけど、レフェックスアナリシスみたいな形で書いていただいて、論文に引用されているというような形もありますので、もしちょっと本当かという方はこれなんか見ていただければ出てきますのでちょっとご覧になってください。これオンコジーンっていう雑誌です。はい、でこのツールでできることはいろいろあるんですけれども、ここに挙げた4つが大体私たちで想定しているような使い方です。でこれについては実際実習で皆さんに体感いただこうかなと思っております。それでは早速実習1番ですね、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索するということをやってみたいと思います。でこれ復習用にですね動画がありますので、今日ここでできなくても後日また帰っていただいてこの動画を見ながらやっていただくのでも構いません。それでは1番、レフェックスを開きます。もうだいたい開いてますね。どうでしょう。でレフェックスも先ほど来説明のある通り、皆さんで一斉にアクセスすると若干動作が重くなることが分かっておりますが、どうでしょうか。大丈夫ですかね。三島の方でおそらくサーバーを監視している人間がいるんですが、僕のところに通知が来るんですが、今のところ来てないので大丈夫そうですか。はい、でそれで分かる人というかもう簡単なのでこの通りやってってくださいね皆さんね。で一斉にやるとダメなんでもうどんどん先行ってくださいね。で分からない方は私と一緒にやりましょうということ でこれ何をやろうかっていうことなんですけど、よく皆さん研究で組織特異的遺伝子ってこうよくいろんな局面で出てくると思うんですけど、それを調べる時ってどうされてますか。多くのパターン、よくあるパターンはやっぱりその論文等々で肝臓では古来からこういう遺伝子が発現することが知られている引用文献みたいな、そういう記述でね、基本的にはあ特異的な組織特異的なんだっていうことだと思うんですけど、我々の方はですねこういう公共のデータがたくさんある世の中なので、いわゆるそのバイアスのないデータっていうんですかね、今回我々が採用しているデータっていうのは何かその特異的遺伝子を調べようと思って測定したデータではなくて、体の臓器を全部丸ごと発現量を調べてみましたみたいなプロジェクトのデータを取ってきてるわけです。なので本当にデータ的にはたくさん出てれば出てるし、出てないものは出てないんですよね。なのでそういうデータをあらかじめ我々の方で計算をしておいて、ワンタッチで検索ができるようになっております。これ一つ目玉の機能です。でこれ本当に誰でも簡単にできます。このトップページのですね、組織特異的に発現する遺伝子を見るっていうのがありますよね。これ臓器のアイコンが出てると思うんですけど、これをマウスオーバー、ね、こうしていくとさらにこう細かくいくつか出てくるんですけど、もうこれをクリックするだけでその臓器の組織特異的に発現をしているっぽい発現パターンを示す遺伝子を検索できると、そういうシステムです。で今回例題では一応肝臓を調べようと思いますので、肝臓っていうところをこうクリックしてみてください。でそうしますと、今3番に来ました。で3番だとどういうことが書いてあるかというと、検索結果一覧が表示されていると思います。で検索結果一覧では相当項目の切り替えですとか、絞り込み検索リストへの追加ができます。でこの辺はちょっと手順の11番以降で解説をするので、まあそういうもんだと思っておいてください。で今回どうでしょう、何件ぐらい出てますかね。470件、あちょっとですねこの手順書と件数が違うのはちょっと気にしないでください。ちょっとこの辺データの更新をしたことがあって、ちょっと古いデータが出てますが、最新版では470個
肝臓で特異的に発現していると思われる遺伝子が一発で出てくるわけです。ということでどうでしょう。結構驚きじゃないですか。こういうのってなかなかね。で、まあ、肝臓の研究されている方いらっしゃるかちょっと分かんないですけど、どうでしょう。ざーっとこう遺伝子を見ていって、ああこれは確かにねっていう、知ってる知ってるっていうのがあるんじゃないかと思うんですけど、フィブリノーゲンとかね、アルファチェーンとか割と有名ですよね。生理学的な話なんかでもよく出てくると思うんですけど、まあこういうのが出てきたりとか。でこの右の方を見ていただくと、あもうあれか、この一覧はですね、ここ10分類、この辺マウスをこう乗せていくと、それぞれが何を示したかっていうのがこうポチ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 こう出るんですけど、でさらにこのバーも、バーの上にカーソル、あちょっと見にくいですね、バーの上にカーソルをこう乗せると肝臓で 9.2 だったとか、肝臓でこれだったとか、こう数値がこう見えるわけですね。こんな感じで見えるわけです。でそれぞれこれ先ほど申し上げた4つの異なる実験手法ですね、 EST、マイクロアレイ、ケージ、RNA シーケンスっていうような形で、それぞれ測定するとこんな感じになりますよっていうのが、大体10分類だけなんですけど、大体のこう概要がつかめるようになってます。でバーッと見ていただいて、ちょっとそれっぽいのを探すというような時にこの画面を使っていただくと。で、じゃあちょっと先に進んでですね、この1個、じゃあフィブリノーゲンアルファチェーンっていうこの青い字になってるところを、これですね、クリックしていただきます。そうすると、今4番をやりました。で4番をやると何が出てくるかというと、遺伝子の詳細情報っていうのが出てきます。そうするとこの、今回の例ですとフィブリノーゲンアルファチェーンについて、詳細に検索が、検索結果を見れるというふうになっています。で一番最初にこの 3D の人体模型みたいなのが出てきてると思うんですけど、これは先ほどちょっとちらっと話が出たんですけど、ボディーパーツ 3D っていう、人体の 3D モデルを DBCLS で作ってますよって話があったと思うんですけど、それにですねこの発現パターンをマップしてるんですね。なので、まあ、今回肝臓で特異的に発現してるから、まあ、すごく分かりやすいんですけど、肝臓が赤くなっていて、他のところは全く発現がほとんどないので青くなってますというふうになってます。まあ、これね、医学部の皆さんにこう釈迦に説法みたいになるんですけど、分かんない人はね、肝臓がここにあることも知らない人もまあ中にはいらっしゃると思いますので、まあ、そんな時にこの、まあ、目で見て分かるというのも結構大事だと我々考えてまして、まあ、こんなのを提供しています。ビューアーを提供しています。でこの真ん中のボタンを押すと、もっとこの全身はいらないんだけど、この体幹の部分だけ欲しいよなんていう場合は、この辺アップして、さらにアニメーションを表示とかってやるとですね、これがくるくる回ります。こんな感じですね、くるくる回っております。でそうすると、まあ、前側にある臓器は分かりやすいんですけど、例えば腎臓とかはこうね、背中側にあったりするんでちょっと見にくかったりするじゃないですか。そうすると背中側にこうくるっと回った時に、例えば腎臓で赤くなってるなとかっていうのがまあ分かると、まあ、こういうちょっと機能がついておりますので、まあ、この辺ちょっとご活用いただければなと思います。で、まあ、肝心要のデータはですね、この右側の組織40分類別データというところにあります。でこれが先ほどの10分類にこうまとめられていたんですけど、今回はこちらでは40分類すべて展開したデータがこんなふうに出ております。はい。で今6番ですね、組織40分類別データではバーの上にマウスオーバーすると測定部位と発現値が表示をされるというふうになっています。でこれよく質問されるんですけど、これ正規化とかどうなったんですかとかって言われるんですけど、これ同じ実験手法の中で正規化をしてますので、正しく、比較をするんであれば横同士で比較をしていただければ何ら問題はないです。で4つで正規化してないのは、まあ、いろんな理由がちょっとあるんですけど、まあ、そもそも同じ正規化手法で正規化できないっていうところがありますので、一応こう相対発現量みたいな形で、4つに関しては比べていただければいいかなと。他の臓器に比べてどのぐらい出てるかぐらい の, 観点で調べていただければ、見ていただければいいかなと思います。
でこのデータっていうのも実際にダウンロードがこうできますので、実際にこう生データからですねもう一回正規化したいなんていうこともできるようになってますし、例えば Excel で本当のデータを見てみたいんだっていう場合はこのダウンロードしていただければ、このフィブリノゲンアルファチェーンの発現、この 4×40 臓器分の、マトリックスがダウンロードできるというふうになってます。今この絵ですね、バーをマウスオーバーしてくださいと出てます。そうするとこんな感じで出ますね、肝臓でバーンと出てるというふうになっております。あ、で今私喋っちゃいましたけど、今7番の話ですね、ダウンロードをクリックすると表示中の遺伝子の組織40分類別の発現データがダウンロードできますよということになってます。でこれをですね見ていただくと非常にこう分かりやすいケースがあって、遺伝子発現データなんて例えば乱暴なことを言うとどの手法でやっても同じなんじゃないのみたいなことを思われている方いらっしゃるかと思うんですけど、これまさにこういうバイアスのないデータで見比べてみるとこんなに違うんですね。なんでこんなに違うと思いますかっていうのを考えるのがまず一つちょっとこれ面白くってですね、例えば私はマイクロアレイっていう手法はちょっと信用してないんだっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。マイクロアレイ、これ人員チップですけど、これね、これですよ。で、かたやじゃあ RNA シーケンスだとなんかあれ発現してないことになってるんだとかっていう話にあるんですけど、ケージだと出てるんだとかこういろいろあるんですね。これやっぱり測定手法だったりそのサンプリングの状況なんかにもよるんですけど、うまく測定できてないケースなんかもよく出てくるんですね。っていうのをこれ、まあまあこの例が別にいいか悪いかはまあ私が判断することではないんですけど、こういうことになってますよということで、皆さんがここからどういうふうに活用していただくかを考えてもらうような形になっているんですけど、まあ、一つの例を示すとですね、ジーンチップっていうマイクロアレイのデータがあるんですけど、他のデータと比べてもうこれ肝臓特異的遺伝子のはずなんですけど、なんか他の臓器もこうなんかバーがちょっと出てるじゃないって思われませんか皆さん。確かに肝臓特異的かもしれないけど、もしかしたら他のほら脳でも出てるじゃんとかってこう判断しちゃいませんか。どうですかね、これなんか出てるから特異的じゃないんじゃないのとかって言われたら反論できますか皆さんっていうこともあるわけですね。でケージって一方下にあるケージだと全然出てないですよね、他の組織でね、バーが立ってないわけですよ。ちょろちょろ立ってはいますけどジーンチップほどではないですよね。この違いは何なんでしょうねとかっていうのを皆さん考えたことありますか。これはシーケンスとマイクロアレイの違いなんですけど、大きな違いなんですけど、マイクロアレイはハイブリダイゼーションっていうのをしてるんですよね。プローブっていうプライマーみたいなのがこう基板の上にたくさん立ってて、そこの上にハイブリダイゼーションさせるっていう、 でそこで結合した時に蛍光がパッと光るの。でそれをスキャナーで見る。で発現の値が光の強さでこう表現されるんですけど、だそうするとこれあれなんですね、バックグラウンドが高いんですよ。なので意味のある光の強さじゃないんですよね、多分この辺って。おそらく分かんないですよ、本当に脳で出てるかもしれないですけど、一般的な話をするとそういうことなんですね。で肝臓で確かに発現バーンって高いのはもう誰が見ても分かるんですけど、他がちょっとこうちょぼちょぼ出てるのはもう足切りしちゃっていいのかもしれないですよね。3以下はもう例えばですよ、3以下はもう全然意味のない発言なんだなみたいなことが判断できるかもしれない。でそれを判断するためにどうしたらいいかっていうと、他の方法を当たらないといけないですね、セカンドオピニオンじゃないですけど。でそうすると、下にあるケージっていう方法は何がいいかっていうと、これシーケンスをしてるんですね、読んでるわけです配列を実際に。でそうすると何がいいかっていうと、バックグラウンドっていうのはないんですよ、基本的に。その配列、塩基配列がなければカウントされないわけですよね。だからないんだけど光っちゃったってことはないわけです。あるからバーが高くなるんですっていうことなんです、極端なこと言うとね。とすると確かに肝臓ではもうものすごく高いから非常にリーズナブルだということが分かるんですけど、他の臓器でもちょっとでもなんか腎臓でちょっと出てるっぽいなーなんてもちょっと分かるんですけど、これはだからどういう意味があるのかは生物学的にちゃんと検証する必要はあるんですけど、このシーケンスがミスってる場合ももちろんあるんですけど、
とするとこの2つを見比べるとジーンチップのこのちょっとちょこちょこ出てるのはバックグラウンドなんじゃないのっていう判断しても結論としては外れた話ではないねっていうことが一応論理的に説明ができるというかいうわけなんです。ということで、まあ、こういうのを、まあ、リファレンスこういうエクスプレッションのリファレンスサイトがあると、まあ、簡単にですね、まあ、これは皆さん自分で用意することができるんですけどなかなかここまで可視化して見せるのってなかなか大変なので、まあ、そういうのを我々の方でやろうとそういうプロジェクトになっております。ちょっとこれフィブリノーゲンアルファチェーンだけじゃないかと思われる方いらっしゃると思うんですけど皆さんご自身でお詳しい遺伝子あると思いますのでちょっと後でですね調べてみていただければいいなと思います。でちょっと先に進みますと今8番これからやりますがこの画面で一番下の方に行くとですねいろんな ID の情報が出てきます。こんな感じでですねいろんな ID ですとか、オーソログの対応遺伝子ですとかあと染色体の位置の情報とかあと例えば遺伝子オントロジーってこれ聞いたことありますかね。皆さんどうでしょう。ジーンオントロジーとかって言うんですけどジーンオントロジー初めて聞きましたっていう方皆さんジーンオントロジーはだいぶそうですかありがとうございます。はい、じゃあ特に説明はあれですねしなくていいかもしれないです。下の方にちょっとこう出てますけど分かんない方はこのジーンオントロジーこれちょっと外のサイトなんですけどジーンオントロジーについてよくまとめられたサイトがありますのでこちら見ていただければと思います。こんな感じですね。皆さんご存知ということであれば特に説明の必要はないと思うんですけどその辺の GO の、タームのリストが出てます。で、まあ、この辺似たよう例えばこれどうやって使うのかって言ったら例えばですね、シグナルトランスダクションに関係している遺伝子を全部レフェックスで調べたいっていうケースでこれ GO の ID をですねクリックあごめんなさいこっちかあこっちですね GO の ID をクリックしていただくとこのシグナルトランスダクションっていう GO の ID を持っている遺伝子が全部出てきます。でシグナルトランスダクションに関係している遺伝子っていうのは、3074件出てきてるわけですっていうように同じ機能を持つ遺伝子を、まあ、こんな感じで一瞬で取ってこれると、まあ、よくやられるのは例えば転写因子だけ取ってきたいなんていうケースよくありますよね。これも同様にしてですねトランスクリプションファクターアクティビティとかっていう GOID を持っているものを同様にして検索することもできるわけです。はい、それごめんなさいこれ今飛ばして9番をやっちゃったんですけど9番の話ですね。こっちだとブラッドコアギュレーションの血液凝固に関係しているやつを調べてみましょうみたいなのが出てますが、じゃあこちらを押してみてですねどんな感じが出てくるかちょっと見てみてください。であとプローブセット ID のリンク先をクリックするとっていうのをちょっと飛ばしちゃったんですがこれ何のことを言ってるかっていうと、こっちか、ID のリストの中にですね、IDs っていう中に、プローブセット ID っていうのがここに真ん中辺にあります。でこれプローブセット ID って聞いてピンとくる方はやられてた方だと思うんです。これマイクロアレイのアフィメトリックスっていうマイクロアレイのベンダーのプローブセットの ID なんですけど、これをクリックすると外部リンクになってます。で、これをですね、クリックしていただくと何が開くかというと、こんなサイトが開きます。これググルナって読みます。ググルナ。ちょっとなんか某巨大検索サイトっぽいですよね。でもね、Google で検索することをググれググれって言うんですよね。Google、Google とかね。で、Google ななんです、これ。ググっちゃいけないですね。これなんでこんなちょっとふざけた名前かって、これ DBC レースのサービスで非常に便利なんです、これ。で、ちょっと名前が重要だろうと、インパクト勝負で、こういう名前をつけたんですけど、これ何が検索できるかっていうとですね、このプローブセットだけじゃないんですけど、先にちょっとプローブセットを検索してみましょう。で、このプローブセット ID を Google で検索してみると分かると思うんですけど、マイクロアレイの、マイクロアレイがどこでプローブを設計してるかってはなかなか分かんないんですよね。マイクロアレイの実験は皆さんどうでしょう、やられたことある感じですか。割とやられてる感じですかね。
そうするとこの辺の、ID をググってもですね、出てこないんです、そういう情報って。でそれでググるなんです。ググらないでここでググってくれっていう、そういうサイトなんですね。でこれを検索すると、もう検索結果が出てきてるんですけど、このプローブセット ID はここにデザインされてますって出てきてるんです。なんかほんの一瞬で返ってきてるんで、本当かと思うと思うんですけど、そうするとフィブリノーゲンアルファチェーン、人のフィブリノーゲンアルファチェーンのトランスクリプトバリアントアルファ E っていうメッセンジャー RNA のこうクリックしていただくと、あでここに出てくるのはさっき私口頭で申し上げた NCBI の RefSeq っていう高精度な配列データベースなんです。それのエントリーがこう出てきてまして、でこのちょっと下の方で見にくいと思うんですけど、あの緑色になってる箇所がマイクロアレイの、プローブをデザインされている箇所なんです。こういうのって調べたことありますか皆さん。結構重要で、例えばですね、この5前の方 5プライムの方を例えばでトランスクリプトバリアントが分かれるような遺伝子って結構あるわけじゃないですか。でそこの研究を私はしているとなんだけど、でマイクロアレのデータを参考に仮説を考えてみましたっていうようなケースがあるとするじゃないですか。そうすると実はこのお尻の方ですよね、3プライム側の実はプローブが設計されているってことは、つまりここの発現量を皆さん見てるわけなんですね。なんだけど実はこの辺の話は本当は知りたいはずなのに、ここを見てちゃしょうがないじゃんみたいな話になるんですけど、それを実は検索することってなかなか難しくって、今までそう簡単にできなかったんですけど、それが簡単に分かるようになるというふうなサービスです。なのでこういうのをよく使っていただくと、検索に時間がかからないので、いいと思います。であとはこういう 何のに使うかっていうとですね、これ何でも使えるんですけど、 NCBI RefSeq のトランスクリプトを全文検索するというサービスなんで、例えばホメオボックスとかで検索してもいいですし、テキスト検索してもいいですし、こんな感じで出てきます。ホメオボックスってつくやつが、6万2000件ぐらい出てきてるわけですね。とかあとは例えばこういう配列を実際に塩基配列を投げてみると、今見ました、このスピードですよ。こんな短い配列をですね、もう 0. 数秒で3200箇所ぐらいこう当たってるんだなみたいなことが分かるわけです。だからプライマーの確認とかにもこういうの使えるわけですね。プライマーが変なところに当たっちゃわないかなんていうのも、こんなんで一瞬で検索ができる。今まで皆さんどうでしょう、ブラストとかブラッドとか使ってその辺プライマーのチェックとかされてたと思うんですけど、まあ、そんなのが今簡単にこうできる時代になっているんだよということで、ちょっとこれが関係ない話なんですけど、ご紹介しました。ぜひこれも使ってみてください。で時間がなくなってまいりましたが、いきます。で今10番まで来ました。でこれがですね、上の方に戻っていただいて、ファントム5ケージのデータ800種類ぐらいデータが追加されたって話をしたんですけど、それがこの右側のタブになってます。でこんなちょっと味気のないサイトなんですけど、これがですね、人で今回人で見てるので500種類以上のサンプルが入ってます。でこれどうやって使うかっていうと、この下側のグレーになってるところが全体なんです。500数十サンプルここに入っております。で上がこの白いところの拡大図になってます。なのでざーっと500種類の概要をまず見ていただいて、なんかこの辺高い棒が立ってるなっていうところに、この白いところを掴んでドラッグしてこう持ってってみてください。そうすると上のバーがズル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 こうなってると思います。でちょっと最初に高いところ止めてみます。でこれ何なんだろうなって見てみると、ヘパトサイトなんですね。これ初代培養細胞で、ヘパトサイト。肝細胞ですね。肝細胞。なのでこの遺伝子は肝臓特異的遺伝子なんで、非常にリーズナブルですよね。肝臓を構成する細胞でも発現が高いと。で隣見てみるとこの辺は、インターナル、上皮の細胞ですよねとかが出てます。でさらにこれで隣の方まで行って次高そうなのを見てみると、これはあれですね、ユニバーサルなんで全部混ぜこぜにしたやつが高い、まあ、コントロールですね。これもそうですね、ユニバーサルですね。で次高いのは何かっていう見に行くと、これが肝臓ですね、リバーの成人のリバーで高いよっ
で隣見に行くと胎児の肝臓だとこのぐらい出ているみたいな感じで、高いのを、すぐにこう、特異的遺伝子なんでこういう感じになるんですけど、いろんな遺伝子で調べていただければいいなと思うんですけど、最近この iPS とかもこの名前入ってまして、でそういう場合はこう サンプルでこう検索をですねしていただくとそこに飛べるようになってますが、 iPS はそうか、これ発現してないんでちょうどバーが立ってないんでそこをヒットしないようになってるんですけど、ちょっと別の例の方が良かったですね。ちょっといろいろと皆さんが知っている人の細胞株なんかを入れてみるとですね、いろいろ出てくるんじゃないかと思うんですけど、この辺ちょっと高め、ちょっとそこまで高くはないんですけど、高いやつを見に行くとですね、この辺ヘップ G2 とか肝臓のがんの細胞ですよね、がんの細胞株ですよねとかっていうのがこう出てくるわけです。そうすると肝臓よりはちょっと高くないのかなとかっていうのがなんとなく分かるわけですね。そんなような感じになっておりますので、ちょっとグリグリ探してみてください。結構ちょっとあれですね、ヨタ話が長くなっちゃったんで30分になってしまいましたが、ちょっとすいませんね、延長させていただいて続けますが、で何が入ってるかを見たい場合はこの辺サンプル一覧なんかもありますので、こちらをですね見ていただくと、Google のスプレッドシートにどういうサンプルが入ってるかっていうのがこんな感じで整理をされてますので、いちいち検索して探すのがまどろっこしいっていう場合はここからこんな感じで探していただければですね、ここに入っているものが先ほどのビューアーで閲覧ができるようになってますので、ぜひ見てみてください。でこちらのファントム5で全部サンプリングをしていますので、どういう状態で撮ったかなんていうの詳細はこの辺のですねファントム 5URL っていうところをクリックしていただくと、例えば何でしょうね、先ほどのリバーってありますけど、このリバーをこう見に行くとファントム5のページに飛んでいきまして、このリバーのサンプルがどこの誰が撮ってどのぐらい のクオリティで撮られたのかなんてのがここに全部出てきますので、ちょっと重いですが出てきますので、ちょっとこの辺気になる方は見ていただければ、その一時情報に当たれると、あ、そうです、こんな感じですね、アディショナルインフォメーションのところをエクスパンドするとですね、あれ、なんか開かないですね、みんなでアクセスしてるからかもしれないですけど、ここをエクスパンドすると実際のサンプルのですね細かい情報が出てきますので、ちょっと見てみてください。で検索結果に戻りますで、ソート項目を切り替えていろいろ変えてみてみましょうということで、ちょっとこの辺試してみてみましょう。でそれは何のことを言ってるかというと、詳細情報から1個前に戻っていただいて、この検索結果一覧のところですね、今470個あるわけですけど、例えばじゃあここの遺伝子名のところにリバーって含むものだけ残したいとかっていう場合に、リバーって書いてこうインクルード、含む場合はインクルードで、リバーを入れてほしくない場合はエクスクルードをそれぞれ押してください。今回インクルードしたいのでインクルードをします。で絞り込みっていう形で検索を再検索をすると、先ほど470件あったと思うんですけど、遺伝子名にリバーなんちゃらっていうのを含むのはたった13件しかないよということがわかるわけですね、っていうのが書いてあります。あとは例えばじゃあ遺伝子名の中でエクスクルードにこういう単語を加えると、このソルートっていうのを入ってる遺伝子は全部除外するよとかっていうのが実現できます。であとはそのサンプルがどのぐらい揃ってるかなんていうのも実は絞り込みでできて、例えば今必ず全部持ってなきゃ嫌だよっていう場合はこうオールっていうのをクリックするとですね、先ほど13件だったんですけど1件だけなんか片手打ちのデータがあっただけで、他の12件は4種類の実験手法が全て揃ってるっていうのが分かります。はい、ちょっと書き足できてます。
で13番で、あとリスト機能っていうのがちょっとありまして、これちょっと便利なんで説明をしておきたいんですけど、例えばじゃあ今12件出てると思うんですが、まあ、これをですね3つ比較したいっていう場合です。でじゃあ上からこのリストに追加するっていうところがあると思うんですけど、ここポチポチ押してってみてください。リストに追加する、リストに追加するを3つぐらい押してみてください。でそうするとこのリストを見るっていうところがあると思うんですけど、ここがなんかこう押した分だけ数字が出てると思います。今私3つ押したので3個出てるんですけど、そうするとこの3個がまあ何でしょうね、買い物カゴみたいな、Amazon の買い物カゴみたいな感覚ですね、お気に入りみたいな感じになるわけです。そうするとこのリストに入っているもの同士を比べることができますので、比較したいもの、これ最大ちょっと3つまでしかできないんですけど、こう比較する、比較する、比較する、こう3つ選択してください。で選択してですね、遺伝子を並べて表示ってやると、こんな感じで先ほど の詳細の画面があったと思うんですけど、あれが横にこう3つ並んでるような感じになると思います。こんな感じですね。そうすると先ほどの40分類のデータをですね、横でこう比較ができるというふうな機能になってます。でこれ何が嬉しいのかっていうとですね、ちょっとパッと見分かんないと思うんですけど、並列に比較することで見えてくる違いは何でしょうかってこう書いてありますね。これどういう意味だか分かりますかね、皆さんどうでしょう。ここに書いてあるんですけど、こういうことなんですね。もちろん発言パターンが横で比較できると、まあ直感的にこう比較ができてていいなと思うんですけど、一番私らがいいなと思っているのはジーンオントロジーをこう横で比較できることなんですね。で下の方に行くと遺伝子オントロジーっていうのがあって、こうなってるんですけど、これ今回どういうパターンで検索をしたかをちょっと思い出していただく と、肝臓特異的遺伝子でかつ遺伝子名にリバーを含んでいて、っていう遺伝子ですよね、この3つね。でこの前の2つは多分似たようなファミリー、名前見るだけで分かるわけじゃないですか。 1B の3、1B の1なんで、まあ機能は似てるように思うんですけど、こっちはちょっとまた違うわけですよね。だけど発言パターンとしてはちょっと似てるんですよね。なのでこれじゃあもう働きなんかも全部一緒かななんて大体想像できるわけなんですけど、それでちょっとジーンオントロジーを見てみるとこれ違うんですよね、働きが全然。このちょっと分かりにくいのがいくつか、この辺トランスメンブレントランスポーター、膜の輸送タンパクかなんかなんでしょうね、これね、きっとね、そういうのに関係してる右の左の2つはなんですけど、一方で隣は全然この辺のターンは持ってない、おそらくだからそういう機能はないんですけど、これがどういう機能か分かんないですけど、セルコミュニケーションっていう GO タームがついてるわけなんです。だそうすると発言パターンはちょっと似てるんだけど、おそらく働いてるところはちょっと違うよねみたいなことが横で比較をすると初めて分かるんですよね。これ一個一個見てると差分を取るのって結構大変なんですけど、割とそこを意識してこんなシステムを作っておりますので、本当はまあこれ今つまんない例というかありきたりな例なんであれなんですけど、皆さんのご自身のお気に入りの遺伝子なんかがだったり臓器なんかがあると思いますんで、ちょっとそれを検索してみていただけるとこの辺のちょっと便利さが伝わるのかなというふうなことを思っているんですが、でだいぶ時間が過ぎていますので、このままなだれ込みで、休憩時間に入ります。でトイレ等を自由にしていただいたら構いませんし、検索をそのまま続けていただいても構いませんし、その月に質問をしていただいても構いませんので、14番自分の研究に関連するまた興味のある遺伝子について検索してみましょう。ケージのデータ、先ほど見せた500個ぐらいある中に一部マウスのやつが、マウスでそういう時系列で追ってるやつが、そうなんです、でそれ入ってるんですよね。だからそっちで見ていただくともしかしたらいいかもしれないですね。まあ、今人で検索をしちゃってるんですけど、マウスで、例えば、まあ、今のオクト4とかで検索をしてみて、ここでですね生物種実は変えられますんで、
で、パウ 5F これですよね。で、これを見に行くと、確かそんなようなのが入ってたような、こうやって8世紀を含むっていうのがあると思いますんで、ここ見に行くと、この辺ですかね、もしかしたらね、こういう、あ、そうですね、これですね、エンブリオのテスティスでは低いんだけど、エンブリオの時で高くて、だんだんこう発生が進んでいくと低くなっていくみたいなデータがマウスの場合はありますので、もしその辺のこう研究されている方は、ちょっと人ではそういうデータがないみたいなんですけど、マウスに関してはこういうデータが揃っておりますので、もし必要であればこちらを使ってみてください。はい、ご質問ありがとうございました。ということで、大体よろしいですかね。それでは、で、今まではですね、一個一個調べる場合にはこういうものを使えば、まあ、大体なんとなく分かるんだなっていうことがご実感いただけたのかなというふうに思うんですが、今度はですね、もうこの一個一個じゃなくて、もう100個とか200個とか1000個とかって、そういうオーダーでデータが出てくるわけですね。そういう時にじゃあどうやって検索をすればいいかっていうのを話していきたいと思います。あ、でごめんなさい、今日の資料でこの FX の後に BioGPS っていうサービスが一応書いてあります。でこれもRefX とちょっと似たようなサービスなんですけど、これはアフィメトリクスのマイクロアレイのデータだけ検索できるリファレンスのエクスプレッションのサイトなんですね。なのでちょっとRefX が気に入らないとか、ちょっといけてないなって思った場合は、この BioGPS を使っていただくと、また別のデータを閲覧できますし、そのやり方なんかも今まで実習でやってましたんで、ありますので、ちょっとこちらもですね、合わせて使っていただくと、いい結果が見つかるかもしれませんので、まあ、別にですね、RefX 使わなくてもいいんです。便利なやつを、便利で自分のね、研究にリーズナブルなやつを使っていただくのがベストだと思いますので、まあ、ちょっとこの辺もですね、使っていただければなと思います。今日はちょっと飛ばしますけれども、ご活用になってください。はい、それでは残り約1時間をかけて、この遺伝子群の生物学的解釈をするためにはどういうふうにすればいいかというようなことをやっていきたいと思います。で、これにはですね、これもいろいろソフト、ウェブツールあるんですけれども、我々が特におすすめをしているのがですね、このデイビットと呼びます。こういうウェブサイトがありまして、これを使って、じゃあ、今回は例としてマイクロアレイのデータをですね、使うんですけど、これ NGS でも同じなんですね。結局その先ほど配列解析をして IGV とかにマッピングして表示してみましたけど、最終的にはあれですよね、皆さん実験をされるっていうことは、何かこう対象群と実験群があって、その2群間ないし多群間を比較した時に何か意味のある遺伝子群のリストを得るわけですよね。で、じゃあ得るだけで論文が書けるかって言ったら書けないわけで、じゃあその意味のあったその差っていうのは何なんだ、生物学的にどういうそれ意味があるんだっていうことまで落とし込まないと、やっぱりなかなか論文として成り立たないというかっていうところがありますので、それはですね、 NGS をやろうが、マイクロアレイをやろうがそう大差ないんですね。多変量解析というか、もうたくさんの1000とか2000とかになるとあんまり変わんないんですね。最後の二次解析三次解析って言われるようなところで使うツールっていうのはある程度限られてくるっていうようないうように思いますので、その一例としてですね、今回考えていただければなというふうに思います。はい、でこれよく昔から出している図なんですけど、マイクロアレイのデータだったり、シーケンスのデータがこう出てきてですね、バイオインフォマティクス詳しい人は正規化が大事だとか、正規化しましょうとか、いろいろクラスタリングしないとダメだとか、なんとかしましょう、いろいろやるんですね。やるんですけど、それっていうのはやっぱりこう統計解析であって、そこはこうバイオロジーじゃないんですね。算数なんですね。ちょっと乱暴な言い方すると数字の話なんですね。なのでやっぱり最終的には、この先ほどこれ私が申し上げましたけど、遺伝子リストっていうのがじゃあどういう意味があって、この遺伝子が出てくるってことは、この実験の意味合いとしてはどういうことなんだっていうのが分からないとダメですよっていうのが、ここに書いてあるポンチですね。はい、でいろいろこの生物学的解釈の方法っていうのはいろいろあるわけなんですけど、今回その一つの方法としてですね、よくやられる、非常によくやられるのが、このジーンオントロジーっていうタームをですね、皆さんジーンオントロジーお詳しいということなんで、そんなにこの辺話す必要はないと思うんですけど、
マイクロアレイの結果プラスジーンオントロジーを活用することで、生物学的な解釈をしようというような話で進めていきたいと思います。で本来はこれ生データからですねダウンロードをしてきて実際に自分で意味のある差のある遺伝子を出してきてっていうところまで本当はやりたいところです。で前回アジャックスお茶の水っていうところではそれも実際に皆さんにやっていただいたんですね。でこれ皆さんできるようにすぐなるんです。でなるんですが今日はやっぱりちょっと時間の都合もありますので我々の方でお料理教室的にですねレンジでチンしたデータっていうのがすでに用意してあります。でこのデータっていうのはで今回ちょっと謎々形式でございます。皆さんに頭を使っていただきます。はい。でこのデータっていうのはですねある実験の前後の2群間で優位に発現が減った遺伝子群のリストっていうのを私の方で用意をいたしました。なのでじゃあこれ普通の研究のなんていうんですかねスタンスとしては別逆ですよね。本来は皆さんどういう実験をしたかっていうのはもちろん知ってるはずでだけどなんかよくわからないリストが出てきちゃったっていうところなんですけど今回はもう分かってるんです。逆にこの2群間で減ったやつのリストをなぜか私は持っていますと。だけどどういう実験だったかは分からないというそういう逆引きみたいな解析の仕方なんですけどちょっとこれで雰囲気をつかんでいただければなというのが趣旨です。ので最後にこのデータを解析していただいて皆さんに解析をしていただいてですねこれがどのような実験から得られたデータだったのかっていうのを考えてください。考察してください。そうすると実際にこういう多量のデータの見方みたいなのもちょっと分かってくると思うんですね。なのでちょっとこれを皆さんでやってみましょう。ということで、このマルヒ遺伝子リストっていうのをですね、右クリックして新しいタブで開くか、もしくは名前をつけてリンク先を保存デスクトップなりなんなりに保存どちらかしてみてください。私は新しいタブで開いてですねでこれ全て選択します。コントロール A とかってやるとこんな感じで全選択 Windows でもコントロール A かなか Windows ボタンの A かなどっちかだったと思うんですけどできると思います。で分かんない方は右クリックをすれば全選択とかなMac だとないみたいですね。ちょっと私全選択しちゃいますけど全部選択してください。こうドラッグしていただいても構わないですけど 2,3,000 個あるんでちょっと大変ですのでショートカットをうまく使ってですねコントロール A コントロール C コントロール C でコピーですね。コントロール A で全て選択コントロール C で、コピーですね。よろしいですかねここまでね。それやっておいてください。それでは早速デイビッドをもう使ってやってみましょうということで、デイビッドこの辺にリンクがあります。デイビッドはこんなサイトが開いたと思いますがよろしいですかね。もうこれもどん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 やっていってくださいね。みんなでアクセスするとこのサイトも結構重くなりますのでもうどん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 やっていってください。開けない。どこが開けないですか。デイビッド。そういうことなんですね。どうでしょう開けてない方。おそんなにいますか。あれなぜでしょう。ちょっと一呼吸を置いて多分今みんなで一斉にね用意ドンでやったんでちょっと開いてないかもしれないですけどでちょっと開いてない方は申し訳ないんですけど前の画面を見ていただくかちょっと忘れた頃にですねクリックしていただければ必ずできますのでこれそんなに難しい作業ではないので、はい、このレジュメと、私の作業をちょっと見てください。これから何をするかというとですね1番上部メニューのスタートアナリシスをクリックしますって書いてあります。スタートアナリシスとはどこぞやということなんですがここです。スタートアナリシスっていうのが左上にありますのでここをクリックしていただくと
こんな感じでですね、アナリシスウィザードみたいなのが開くわけです。よろしいですか。こういう感じになるんですね。で、そうすると、2番、画面の左側バーでプローブ ID リストをコピペオアファイルを指定しますって書いてあります。ここですね、ペーストリストをペーストしてくれって書いてありますね。で、ここにコントロール V で先ほどのリストをコピペしていただくか、ファイルに保存された方はファイルを選択っていうところをクリックして、そのファイルのリスト、テキストファイルだと思うんですけど、を選択してください。で、次に3番、リストの ID の種類タイプを選択します。それは何のこっちゃっていうとですね、このステップ2って書いてあります。で、このこれ何を指定しなきゃいけないかっていうとですね、このあなたが投げたリストっていうのは何の ID ですかっていうのを教えてあげないといけないんですね。で、デイビッドのいいところはいろんな多種多様な ID を受け入れてくれるんですね。で、これポチッと押すとこんだけ展開します。どんぐらいあるんでしょう、30種類ぐらいあるんですかね。まあ、いわゆる、まあ、かなり有名なあの遺伝子の ID って言われてるやつが大体入ってると思って間違いないと思うんですが、まあ、これだけの ID を特に変換なしに使うことができますので、これかなり便利です。で、今回は何を使うかっていうと、この一番上のアフィメトリックス3プライム IVTID っていうものなので、これをそのまま選択してください。で、あとステップの3でリストのタイプを選ぶんですけど、これ何が、ジーンリストとバックグラウンドってあるんですけど、これ何が違うかっていうとですね、ジーンリストっていうのはもう実際にあの今これから投げるものもジーンリストに当たるんですけど、意味のあった遺伝子のリストの場合はジーンリストでいいんですけど、例えばデイビッドであの用意してるそのバックグラウンドになる、例えば今回エンリッチメント解析って言って、そのジーンオントロジーの ID がどのぐらいその今回自分が投げた ID のリストの中に多く含まれてたかっていうのを中で検定してくれてるんですね。なのでちょっと検定詳しい方は分かると思うんですけど、バックグラウンドをいじるとその辺の P バリューとかって変わってくるじゃないですか。1万個を対象にリストを投げるのと10万個を対象に投げるのとではちょっと確率が変わってきますよね。で、あとは、まあ、あの自分でそのバックグラウンドを指定したい、もうある程度分かってるから、こういうジーンオントロジーのタームの中で検索をもう一回したいんだっていう場合は、バックグラウンドのリストなんですよっていうのを一回初めにあのインプットしておく必要があります。で、この辺はまあ、あの特に気にしないで本当はいいと思うんですけど、まあ、気になる方はあのこの辺で指定もできますよということで一応あのお教えしますけれども、あの基本的にはもうジーンリストだけ使えばあの多くの解析は OK だと思いますので、このまま選びます。で、これを指定したらですね、サブミットします。で、サブミットをしましたらこんな画面が出てきました。ジーンリストマネージャーなんていうのがここに出てきてると思います。こんな感じですね。ジーンリストマネージャー。こんな感じです。で、そうすると、あ、なんかちょっと一つ答えが分かりましたね。生物種が出てきました。で、これあなたが今投げたリストが、アラビドプシスタリアナですよと。これちょっとごめんなさいね、あの医学部なんであれなんですけど、これあの植物ですよね。アラビドプシスということが分かるわけです。白犬ナスですね、和名ね、白犬、あの植物のモデル生物で一番メジャーなやつですけど、どうやらその謎のデータセットっていうのは人のサンプルじゃなくて白犬ナスな植物のサンプルだっていうことが分かりましたね。ここで一つ答えが分かりました。これヒントですよ、一つ重要な。で、あ、で、これごめんなさい、ちょっとクイズと離れてですね、ここにあの2928って書いてあるのが
今回投げたリストがおそらく3000個弱あったわけなんですけど、1個なんかよくわからないのが入ってたと。でそのだけど2928個は、アラビドプシスですよねっていうことでいいですかっていうことを聞かれてるので、まあ、もし間違ってた場合はここがですねちゃんと出ないので確認することができます。リストの種類が間違ってたりすると例えば全部アンノーンになったりするんで、まあ、そうすると自分が選んだ ID の種類が違ってたんだなっていうことがわかると思います。でこうなってれば OK で、でもうこれでですね解析がすでに終わってるんですね、恐ろしいことに。そうすると、あごめんなさい、今ね5番ですね。で5番 で今投げたリストっていうのはこのリスト1っていうふうにして保存されてます。でブラウザを1回閉じなければある程度保持してくれてると思ったんですけど、こんな感じに残ってます。でこれ例えば消したり名前をもうちょっと意味のあるのに変えたりとか、まあ、結合したりすることも実はできます。まあ、今回はこれ特に必要ないんですけど、これでいろんなリストのハンドリングもできます。それで解析を続けます。6番真ん中のファンクショナルアノテーションツールをクリックしますって書いてありますね。ファンクショナルアノテーションツール、ここですね。そうするともうすでに解析の結果がバーンと出てくると、こういうお手軽サイトなんですね。でアノテーションサマリーリザルトということで、いろんなこう解析 の切り口っていうんですかね、が提示されてるんですけど、例えば何でしょう、まあ、ジーンオントロジーもちろんありますよね。ジーンオントロジーがあったり、あとは文献の切り口で見てた時にどうかとか、あとはパスウェイの切り口で見てた時にどうかとか、あとプロテインのドメインで見てた時に何かその差があるのかどうかなんていうふうに、いろんなまあデータベースに対してこう横断検索みたいなのをしてくれてるんですね。なのでご自身のその興味というかそのピンときたものを見ていただくのがまあ一番いいんですけど、まあ一番ですねこれデイビッドで情報がリッチなのがジーンオントロジーだと思うんですね。なのでまあ普通はジーンオントロジーのところを見て中を見ればですねおおよそのことは分かるようになっておりますので、今回の例に漏れずこのジーンオントロジーを選んでいただくのがまずはいいのかなというふうに思います。それで今、7番ですね。ジーンオントロジーをクリックすると、ジーンオントロジーを用いた解析の細かいメニューが表示されますということで、こういう画面が出てきています。で、デイビッドに接続できていない方は、今頃してみると、どうでしょう。忘れた頃に行くとですね、アクセスができたりするんじゃないかと思うんですけど、ダメですか？やっぱりダメですかね。ちょっと鳥取大学目をつけられたかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、ちょっとわかんないですけど、まあまあそう、ちょっと私別の回線をちょっと使ってるところもあるんで、出ちゃってるのかもしれないですけど、で出てる方ってのもいるんですよね。あれいない？誰も出てないですか？あ、ちょっとやっぱこれ目つけられちゃいましたね。鳥取大学なんだこいつらみたいなね。ちょっとそういうことかもしれない、ちょっとわかんない、正しいことはわかんないんですけど、こういうことはよくあるのでちょっと申し訳ないです。じゃあ今日は私のこの前のを見てですね、ちょっと皆さんにちょっと謎解きをしてもらうのにちょっと不便かもしれないですけど、ちょっと考えてみましょうか。でじゃあですね、皆さん私のを見ていただいているということなんで、今回はジーンオントロジーのところでこんな出てきてるわけなんですけど、もういろいろ出てくるわけなんですね。だけど皆さんジーンオントロジーはある程度知ってるということでいいんですよね。そんなに説明しないですけどいいですか。で例のジーンオントロジーはバイオロジカルプロセスと、セルラーコンポーネントとモレキュラーファンクションっていうこの3つの軸で辞書があるわけなんですけど、語彙集があるわけなんですけど、まあ、それぞれ全部見ていくのが一番よくて上から見ていくのがいいんですけど、このデイビッドではどういう整理の仕方をしているかっていうと、ジーンオントロジーのバイオロジカルプロセスの 1,2,3,4,5 オールファットっていうのがあるわけです。で1っていうのが階層のだいぶ上の階層なんですね。かなり概念的な話の階層で、これを実際に見てみるとどういうのが出てきているかっていうと、
こういうタームが出てくるわけですね。そうすると抽象的すぎてわからないんですよね。メタボリックプロセスって言われてもね、代謝のプロセスです、なんか一番高かったですとかって言われても、それは代謝だろうみたいな話になるわけですよね。で次もレスポンスっていうスティミュラスってことで、なんか刺激応答とか言われても、それは何でも刺激に応答するだろうって話なんで、こういう浅い階層を見てもあんまよくわかんないんですよね。その生命現象自体はよくわからないので、まあ、だんだん細かくしていくのがまあいいんでしょうけど、一個一個見ていくのちょっとかったるじゃないですか。で、まあ、5番が一番細かいんで、まあ、良さそうなのかななんて思って見てみるわけなんですけど、そうするとね、今度下手すると細かくなりすぎてよくわかんないみたいなことになるわけです。これ見てみると、一番上に来たのが一番こう P バリュー的にそれっぽいっていうやつなんですけど、カルボキシリックアシッドメタボリックプロセスっていうと、なんかわかるようなわかんないようなみたいな。で3番目にちょっとクロロフィルとか書いてあるな、クロロフィルメタボリックプロセスとかって書いてあるんですね。ちょっとどうですよ、ピンときた方いらっしゃいますかね。ちょっとそれっぽいんですけど、で一番いいのはですね、これデイビッドもおすすめをしてるんですけど、このファットってやつ、これを選んどくとほぼ間違いないです。これをもう騙されたと思って選んでみましょう。これもともとはですね、Go のそのジーンオントロジーを使ってこうデータ解析をするときに、なんか Go のスリムっていう、スリムにしたっていう、アメリカンジョークなのか何なのか分かんないですけど、そういうデータセットがあって、それを使ってよく昔解析をしてたんですけど、まあちょっと使いにくいんですよね、 GoSlim って。使いにくかったところがあって、でそれで GoSlim に対抗して FAT なんですって。これ FAT ですよ、 Slim に対して FAT っていう、なんかこうこれもアメリカンジョークらしいんですけど、っていう説明はこれ私が適当なこと言ってるわけじゃなくて、本当はこのハテナボタンにですね、昔ちゃんと書いてあったんですけど、今なんかリンク切れなんですよ、これね。こういうなんかちょっとその説明がなんか都市伝説みたいになってるんですけど、そう書いてありました。で我々が便利なやつを作ったよ、あらかじめ作ったからこれ使ってねっていうことが書いてあったので、まあ、我々もこれを使いましょうということで使っていいと思います。それで、これをですね見ていきますと、こんな感じなんですね。見えますか皆さん。ちょっとそう、皆さん前を見ていただいて考えていただかないといけないんですけど、こういうことなんですね。一番上から見ていくと、フォトシンセーシスって書いてあります。フォトシンセーシスって分かりますかね。これいや植物だから私はちょっと専門じゃないっていうと、ちょっとこう恥をかくレベルですよね、これね。高校とかの生物で絶対やる現象ですよ、これは。言葉ですよ、ね、分かんない人はこっそりGoogle で検索しましょう。光合成ですね、フォトシンセーシスね、光合成そのままですよね、光合成ね、光合成です。でここで、まあ、光合成が一番上に来てるわけなんですけど、これ皆さんちょっと考えてくださいね。もうどういうデータでしたっけこれね、どういうデータだったか。何かある実験の前後2分間で発現が優位に減少した遺伝子を今私たちはデイビッドに投げたわけですね。で分かっていることはアラビドプシスのデータだってことが分かってるんです。我々データを持ってるわけです。でアラビドプシスのデータ でバイオロジカルプロセスなんで、そういう生物学的な何か現象の GO タームで見たときに一番多かったと思われるのが光合成に関与する遺伝子がリストの中にたくさん含まれていたらしいということまで分かりました。これで分かった方いますかね。あ、これはこういう実験をやったデータに違いないっていう。どうでしょう、まだ分かんないですかね、さすがにね。ちょっとでもまあ皆さん頭の中にいろんな仮説が今出てきてると思うんです。これ非常にだから健全な状態ですよ。まさにこういう、まあ本当はこういうことはやらないんですけど、ただこのデータを見ながら莫大な3000個見てもこんなこと分かんないわけですよ。ね、
植物の研究者だってあの3000個のリストをですね頭から見てったかといって、あ、これは光合成に関するものが多いなんて言える人は世界中で誰もいませんので、やっぱこういうことをしなきゃいけないということなので、今3000個のリストを投げた時にこういう遺伝、こういう上位に来ているタームに関連する遺伝子が多かったということが分かりました。じゃあ次に我々が調べられる情報はですね、今度セルラーコンポーネントにじゃあ着目をしてみましょうと。でセルラーコンポーネントはもう読んで字のごとくで、その細胞内の極材ですよね、遺伝子がどういうところに極材して働くかみたいな情報を特に集めたタームですけど、それをじゃあ見てみましょうと。そうするとどうでしょうね、こういう感じになってます。そうするとプラスチドとかね、ちょっと聞いたことないです、懐かしい感じがしますよね。プラスチドだとかクロロプラストンとかね、ちょっと小学校じゃないよ、小学校でちょっとやんないですかね、高校の生物の教科書を見直したいみたいなちょっと単語が出てくるわけですけどね、プラスチド、クロロプラスト、チラコイドとかちょっと覚えましたよね。なんかね、こういうところで働く遺伝子が多かったっぽいですよ。想像してくださいね。それが発現が下がる実験ですよ。どういうことをしたらクロロプラストとかチラコイドとかプラスチドで働く遺伝子が下がるんだろうなと想像してみるわけですね。ちょっと考えてくださいね。メモしておいてもいいですよ。こういうね、あの有力な情報を今私が挙げたような話ですね。2つ総合すると、光合成、キーワード光合成だったりクロロプラスト、チラコイドとかですよね。この辺プラスチドとか。じゃあ最後に、モレキュラーファンクション、あの分子作用みたいなところの切り口で見てった時にどういうタームがたくさん出てくるかっていうと、こんな感じになってるわけですね。そうすると一番上がコファクターバインディング、ちょっと分かんないですね、コファクターバインディングだと。で2番目見てみるとクロロフィルバインディング、おクロロフィルだみたいなね、クロロフィル、またちょっと出てきましたね、キーワードクロロフィル、クロロフィルに結合して働くらしいですね。はい、まあ、あといろいろ細かいのが出てきてるんですけど、もうちょっとそれっぽいのはないかな、あるかな、なんていうのをちょっとバーッと見てみてください。ということでですね、今資料で言うとざーっときてますね。今10番をやりましたね。Go タームいろいろ見てみて、上位にリストされた Go タームにどのような共通点ですとか相違点があるかなんていうのを考えてみると、あ、今あの前見なくてもですね、あの資料にあのこの AJAX55 の資料に私あのスクリーンショットを貼っつけてますので、ほぼ同じものが出てきてるはずですので、ちょっとこっち見てにらめっこしてみてください。ちょっと時間を取りますので、で、まあ、今回ちょっとできないんですけど、まあ、他のパスウェイなんか見てみてもいいんですけど、今回は特に見ずともジーンオントロジーだけであの結論が得られるはずですので、あ、やばい、ちょっと答えが出ちゃった、ちょっとですね、先の方見ないでくださいね、答えが出ちゃってる気がしましたので、あのこのここまでですよ、見ていいのはここまでに見てくださいね。でちょっと考えてみましょう。で答え見ちゃった方もいるかもしれないですけど、まあ、ちょっと黙っててくださいね。で、まあ、まとめると、白犬ナズナのサンプルを使ってある実験をしたところ、発現が減少した遺伝子群3000個を得たわけです。でそれを今デイビッドに投げました。そしてジーンオントロジーを見てみたら、ここに出てますけど、
フォトシンセーシス、光合成に関連する遺伝子だったり、プラスチドとかクロロプラストに極在する、まあ、そこで作用すると思われる遺伝子群だったり、あとはクロロフィルとバインドして働くような遺伝子群が優位に下がりました。でここから導き出される結論としては、どんな実験をしたら、もうほとんど答えみたいなもんですけど、どういう実験をしたらこういう遺伝子の、こういう機能を持つ遺伝子をこう機能をなくすような実験をしてるわけですよね。であとはもうここまで分かれば、どんな実験をしてたかっていうのは別にそんなさまつな問題なので、ドンピシャ当たらなくてもいいんですけど、皆さん頭の中にある程度どうでしょう、できました？いいんです、これは外れてもいいです、外れてもよくて、この考える過程が大事なんですね。考え方というのか、大体よろしいですかね。はい、で分かった方、なんか発表したいっていう方います？我こそはっていう、特に商品も何もないんですけど、ちょっと名誉が、素晴らしいっていう名誉だけなんですけど、特にいいですか？あ、何でしょう？あ、はいはいはい。ああ、いやいや、素晴らしい。そうですね。まあ、そういう感じなんです。どうでしょう、皆さん。そんな感じ出ました？よくね、中学校とか高校の生物でこう葉っぱのところにアルミホイルかぶして実験するとみたいな、ね、そこで光合成をしなくなりましたねみたいな、やりましたよね。もう絶対知ってますよね。知らないはずないですよね。まあ ほぼね正解なんです。それでもう正解みたいなもんで、でごめんなさい、下の方に持ってってきて、あ、答えは出てないんだ、よかったよかった。12番に書いてあったのはこういう、まあ、最後のまとめですね。で答え合わせっていうところをクリックすると答えが出てきますので、プリントには出てないのかな。で答え合わせをじゃあちょっとしましょう。そうするとこういうことなんです、植物細胞とアラビドプシスの白犬ナズナの植物細胞を使って、もっとその葉っぱを覆い隠すレベルではなくて、細胞壁の分解酵素で処理をするっていうことをしてるんですね。植物って細胞壁があるじゃないですか。でそれを全部取っ払っちゃうと丸い細胞になるんですね、四角い細胞が。でそれでプロトプラストとかって言って、脱分化ってするんですよ、植物ってね。皆さんご存知だと思うんですけど、継ぎ木ってあるじゃないですか。木ってその辺ポキッと折って土にバッて刺すと一本再生するんですよね。ということはもう何年も前から分かってる話じゃないですか。でそれをね、あれじゃないですか、人間っていうか哺乳類でやってやれないことはないっていうのが分かったのが山中先生の研究であって、ノーベル賞を取ったというところなんですね。今までは植物でしかできないって言われてたわけですよ、こういうのって。万能性を獲得する、脱分化をして万能性を獲得するっていうのは植物しかできないって言われてたんですけど、っていう話ですよね。まあそれの元ネタですよ、これ植物細胞なんて、もう当たり前の話なんですけど、これでもこれ結構ね、もう一回探してみたら面白そうなデータが出てきそうな気がしませんか。私もともとこういうこの辺の文化の研究をしてて、このデータ実際に使って論文も出したりとかしてたんで、ちょっとそれを使ってみました。これ上がった方が楽しそうですよね。僕ちょっと意地悪をして下がった方、機能を失う方ですよ。機能を失う方だけ出しちゃったんですけど、上がる方っていうのはちょっと想像するとオクト4とかナログみたいなのの植物版が多分中に入ってるだろうなーなんていうことがなんとなく、ね、素人でも想像できますよね。こういうのを探すのが大規模こういう解析の楽しいところですね。ということで、これは答え合わせ、皆さん思い頭の中に思い描いた結果とどうだったでしょうか。まあ大体皆さん当たらずとも遠からずみたいなところで腑に落ちたんじゃないかなと思います。
どうですか、やってみて割と簡単でしたよね。3000個の遺伝子群は一時どうなることかと思いましたけど、ほんのねこう20分30分ぐらいでこのぐらいのことはできちゃうわけなんです。なのでじゃあいつもはこれで終わりなんですけど、もうちょっと時間があるので、資料の下の方に行っていただくと、実習の2番、デイビッドを用いて発現データの結果の生物学的解釈をするその2ということで、これもう投げっぱなしなんです。答えとかないです。でもこれで終わりです、資料。はい、でこれ読んでください。読んでいきましょう。でデイビッドの使い方に慣れてきたところで、もう皆さんデイビッドはもう使いこなせますよね。で実践的な、じゃあ生物学的解釈に挑戦してみましょうということで、これ本当に皆さんが実際やられる手順をやってみましょう。もう答えは分かってます。どういうサンプルから得られたデータかは分かってますっていうものですね。で今回は私さっきこう正解はこれですって言ったんですけど、今回正解っていうのはもうないです。でこれはですね、もう皆さんのこれはまさに情報分析力と、そこからこうどう想像するか、データをどう想像するかの想像力が問われるということですので、どういうじゃあ例題を使いますかということなんですけど、今回はこの GSE28619 っていうサンプルを使います。これ生データもここから落とせますので、ちょっと気になる方はこの辺 NCBI の GEO っていうサイトからこんな感じでリンクされてますし、元の論文も出てます。で噛み砕いて言うと、これどういうサンプルかっていうと、健常者とアルコール性の肝炎になってしまった患者さんの2群間のそのデータを比較したデータなんですね。でこれをですね、まあいろんな方法でちょっとごちゃごちゃ書いてあるんですけど、多重検定みたいのをしてですね、こうある程度かなり有意だろうと思われる遺伝子群のリストっていうのを、まあ、これも本来皆さんで用意した方がいいんですけど、なかなか用意するのも大変なんで、我々の方で用意をしました。でこの遺伝子リストの作り方が知りたいんだよ実はみたいなっていう方もいらっしゃると思うんで、これはですね前回アジャックスお茶の水で全部リストを用意するところやってますので、各々の分類が気に入らない方はですね、自分でやっていただくというふうなこともできるようになっております。でじゃあもうそこまでしなくていいよっていう方はすでに用意してありますので、こういう2種類この比較をしてですね、健常者の方で発現が高かった遺伝子群のリストと、逆にアルコール性の肝炎の患者さんの方で発現が高かったリストのこの2種類、コントロールと AH っていう方の2種類を用意してありますので、これをですねデイビッドに投げてみて実際に解析をしてみてください。と思ったんですが、これデイビッドどうですか、皆さんまだ繋がらないですか。繋がってる、繋がってますか。あ、じゃあちょうどよかったですね。ちょっと一瞬悪気にされたみたいな感じですかね。よかったです、皆さんの日頃の行いがよかったので早くに復帰して、じゃあ早速ですね、もうできている方からこの両方のリストをうまく使ってですね、デイビッドにそれぞれ投げてみてください。でそれでどの方法を使っても構いませんので、ジーンオントロジーを見るなり、他のパスへの情報を見るなり、いろんな方法があると思うんですけど、中身を見てみてください。で、このデータを使った論文というのはもちろん出てるっていう話をしたんですね。そうするとタイトルだけ見るとこういうタイトルですね、トランスクリプトマナリシスアイデンティファイズ TNF スーパーファミリーレセプターがなんかこう治療の標的になりそうだよねみたいな、そういうなんか結論が得られたっぽいですね、このデータを使うと。でこのデータのオリジナルはそうなってますけど、じゃあいやそんなことじゃないよと、もっとよく詳しく見てたら、TNF のスーパーファミリーどころじゃなくて、もっとこういうパスウェイが実はキーになってるかもしれないとかったら論文一本書けそうですよねっていう話なんですよ、これね。なので、まさにそのじゃあ確かにやっぱ TNF のスーパーファミリーがなんか怪しそうだねみたいな、そういう答え合わせをするのでも良いですし、
なんかこういう著者らが見逃しているですね、なんか着眼点だったりこう切り口みたいなのがないかななんていうのを探りながらデータを見ていくというところをちょっとやっていただいて、どんな感じになるのかっていうのをやってみてください。で、このセッションが45分までなので、今31分ですので、まあ、ちょっと15分ぐらい、まあ、フリートークというかフリーディスカッションというか、もう近隣の皆様と相談していただいても構いませんので、喋っていただいて、で私も前でちょっとちょろちょろやりますので、まあ、ちょっとそれを見ながらっていう感じにしましょうかね。